でございます。連休が明けてね、今日も天気がいいっすね。皆さん連休は楽しめました？バイクライフね。まあバイクライフじゃない人もね、いろんな休みの日にしかねできないことをして楽しんだんですかね。よいしょ、もうね交通のこういうのは守りましょうね。ショックなんですよ自分。この間ね8年ぶりぐらいに切符切られたんですよ、こいつを乗ってて。っていうことはね、大型自動二輪乗ってて切られたってことです。すなわちね、大型自動二輪はね今ね僕初心者の期間なんですね。1年間ね3点切られると講習受けて、でまたそれから3点切られるとまあ再試験で、まあ大体落ちるんで取り消しになるっていうね、悪魔のコンボがあるんですけど、まあねこの間ね右折禁止のところね右曲がっちゃってね、パトカーがねうわーって来たからね、ああっと思って、まあ一瞬ねよからぬことをね考えましたよ。ぶっちぎっちゃおうかとかね。まあでもね止まって2点献上しましたよ。はい、2点加点されました。であと1点切られたらね講習ね、講習受ければまあ命が伸びますけどね、まあ多分俺ね8年間無事故無違反だったから3ヶ月すればね元に戻ると思うんですよね。いやね前の車がねピッて右曲がったからね、2、3台開けて釣られてプッて右曲がったんですよ。そしたらねパトカー来てね、パンダ野郎が来て言ったんだけどね、釣られて俺地元の人間じゃないしすいませんちょっと分かんないで曲がっちゃったんですけどつってね言ったんだけどね、融通が効かなかったっすね。はいね、向こうも仕事なんでしょうがないと思うけど、いやいや守りましょうね交通ルールは皆さん。ってなわけでね、今ねちょっとね郵便局に反則金をね支払いに行く途中だったんですがね、ちょっとね左のクランクケースの下変なねあのシフトチェンジシフトペダルのね奥のまたクランクオイルバーの脇あたりにねあのなんか目くらぶたみたいなのがあって そこにねいつもオイルのね雫がこう落ちて垂れて地面に垂れてたんですよね。でねアビコニリンさんのね社長さんに今聞きに行ったら、まあだいたい弱いとこがそこのオイルシールだっていうから、頼んどきましたオイルシールね、交換すれば止まるだろうつって。よいしょ、あ、言うの忘れてた。もうこれ見た目違いますよね、お気づきですか僕のバイクね。ロケットカールつけました。嘘ビキニカールね、ビキニカールつけました。ロックハートタイプのねビキニカールつけましたよ。いくらメルカリで8000円で買ったよね。最初ねウェビックってとこでねこれスクリーンがスモークバージョンがね1万円ちょっとで売ってるんですけど、なんか各ヨーロピアウィーカーで頼んだのね、知ったらなんかネットには在庫ありって書いてあるのにいきなり注文してから4日ぐらいに連絡4日目ぐらいに連絡来てさ、欠品中ですとか言ってさ、こっちは早く明日作れ頼んでんのにさ、ルーダーでやってからキャンセルして、メルカリでねこっちのクリアのスクリーンついてる方買ってね取り付けしました。ウインカーもねその時一緒に買いたかったんだけどね、僕ねどうしてもね格納ヨーロピアンつけたいんですよね。
で、なんかみんな在庫切れとかが多くてね、もう今ノーマルインカのものつけたんだけど、最初ねつけたらね、ちょっと勘違いしてこう結構ライトを延長したんですよ前にね、そうじゃないといろいろめんどくさいからさ、加工がさ、ただ延長しすぎちゃってね、クニちゃんにこれ前出すぎじゃねって言われて、気づいてねステーを切ってね、ショートにしてね、こう車体の方にね、三つ股の方に寄せてつけましたけど、で今いい感じっすよね。あのね、黒ゲルコートのまんまでつけちゃってるから、まあ、後々塗装するんですけど、ほら俺もせっかちだからさ、部品来たらもうすぐつけたいタイプなんですよね。だね、飯とかもねもう並んで食えないのよ、ちょっと行列してるとね、もう待つだけで、ね、イライラする、イライラするよね。だってさ、お腹空いて飯食いに飯屋入るんだからさ、あれね、人間お腹空いてる時ってね、強烈にねイライラねするもんですよね。ちょっとね、郵便局駅前とかの近くの混んでるからね、我孫子に天皇台にね本所、本所っていうか、まあでかい郵便局があるんで、そこまで行ってみますわ。僕はね連休特にまあどこも行くこともなくね、あの1日目はくにちゃんとこ行って工場貸してもらって、あのグローバイホースのね取り出し口をまた削ってね、くにちゃんは右のスイッチボックス変えたのかな、あの SS ってかあれのね、SS のキルスイッチってね、なんかこう中のね配線がねこうハンダ付けしてあったんですよね。で、まあ、このスイッチボックスのこのトップを外していろいろゴニョゴニョしないとね、直んないっぽかったんで、俺直してあげるって言ったんだけど、いいよって言って、クニちゃんはね新品ね、どっちみちいいから新品買っちゃうよって言って、リプロ品のねスイッチボックスつけて、あれそれからどこ行ったんだっけかな、みんなで息子さんもいてね、3人であれどこ行ったかど忘れした。あ、ライコランド行ったのか、ライコランド、あれどこ行ったか忘れちゃったよ。あ、ライコランド行ったのか、そう、昼飯食ってね、ライコランド行ってね、そう帰ってきて、で、その日は俺夜帰ってビキニカールごちょごちょ届いてたからいじって、でステイがないからやめてね、そうで連れと先輩の山十さんね、もつ焼き屋さん行って食ってからの、ちょっと最後締めでステーキ行くかみたいで、いきなりステーキ行って、で昨日は昨日で、あ、そう朝からねビキニカールつけるのにね、7時頃来ちゃったんです朝のね。でそんな時ってさ、あのホームセンターもさ、ライコランドとかもやってねえじゃん。だからね、もうみんなの職人の味方、江南ね、柏に江南プロってのがあるんですよ。もうそこはね朝早くやってるんで、もう8時頃からねステー買いに行ってね、このビキニカールね取り付けして、なんかなんだかんだに昼過ぎ1時頃終わったのかな、クリちゃんに電話したらね、いやーちょっとまあ軽く少し乗ろうかと思ってるってね、バイクをね、じゃあライコランドね、土浦のライコランドでも行って帰ってくるかっつって、でちょっとねそこら辺散歩で土浦のライコランド行ってね帰ってきました。なんか感覚的だけど、あの土浦のライコランドってさ、旧車寄りのパーツが多いように感じたんですけど、気のせいですかね、詳しい人どうなんですかね、あそこで住んでる方。土浦のライコランドなんか結構いろんなパーツ柏よりあるような気がしたんですけど、気のせいなのかな。でね、綺麗なね GT38 1台とさ、赤っぽいやつかな、
あと川崎あれな車種が分かんないんですよね。カフェレーサーでフルカールだからさ、タンクの形は Z100GP とかコフェカフェっぽいねあれだったんだよね。赤とクリーム色っぽいカフェレーサーっぽいやつかっこよかったのね。で結構若い人が乗っててさ、渋いよな若者なのにさ、かっこよかったよあれね。入ったよ6000円。まあ金はいいや、最悪その累積点数がね痛いよ本当。初心者の期間じゃなかったらもういくらでも切れよって言いたいんだけどさ、免停前ぐらいまでだったらさね。なんだよ2点ってよって、3点のうちの2点ってよ。まあ、おまわりさんもね人の子なんでね、お相手の態度見てねいろいろさじ加減が変わると思うんですよ。ぶっちゃけね昔なんつったらね、俺ほんと仲のいいねおまわりさんいてね、そう、まあ、すげえいい人だから俺もいつもさこうこんにちはとかさ、まあ、バリバリの直感とかだよね、こう挨拶してさ、まあ、まああの人たちパトカーほら二人一組じゃない、警察屋さんはさどうしてもね切らなきゃいけない時はね整備不良、まあ、直感で何でもね、お前家帰ったら消音器入れろよちゃんとって言いながらね、免許証忘れたんだろ今日はつって、今日忘れたんだよな家にとかつってさ、俺持ってんだよ免許証ね、そう携帯でね勘弁してくれたりねしてくれたよ、うん、その代わり本当悪いことやったらね本当に怒ってね、そう切符切られたりね、パトカーからねあのパトカーのマイクでね名前呼ばれてこらーとか言って止まれお前とかってさ言われてさ、まあ、調子に乗って運転してるとね、うん、厳しい時は厳しいね、本当しょうがねえなって時はさなんか許してくれるんだよ、こうメリハリがあるんだよね、うん、そのさ怒るにしても注意するにしても切符切れにしてもこうメリハリがあるの、うん、融通が効くって言うの融通かな、うん、まあこの間俺切符切られた時もねだいぶ遠くのね遠くの場所なんですよ、うん、で俺地元の人間じゃねえしさ前の車が曲がったから右曲がったんだけどってね、前の車曲がったの見せただろって言ったのね、お前何ここで張ってたんじゃねえのって言ったの、いや張ってないですたまたま取り掛かっただけですなんつっちゃってよ、巡査部長だかなんだか知んねえけどよ、もっとこねればよかったほんとね、まあくまでも俺が右折禁止のところ曲がったからいけないんだけど、うん、曲がんなきゃいいじゃんっていうねご意見はほんと重々承知 してますけどね、言わしてよおじさんにね、もう世の中のおじさんたちもストレスいっぱい溜まってんだからさ言わしてすいません、うん、まあ昔は融通が効いたって話をねした方だけですすいません、はい、抜き工事してんのか、駐輪場あったっけバイク置き場、これね、切符と払い込みのやんなきゃな。
今ね郵便局払ってきました。さよなら僕の6人の野口さん、いつか僕のところに戻ってきてくれることを思ってさよならってバカかっていうのね、うん、で次はそうそうちょっと刺繍屋さんにね聞きたいことがあってちょっとね北柏の刺繍屋さん行ってみよう。このジャケットとかねつなぎに刺繍入れたいんですよ。でどんな感じでどんぐらいの料金でできるかね。もうウィルフルしてるからポタポタまあ雫みたいな感じでどうなんだろうね、1日に5、6滴ぐらい持ってんのかな、うん、まあ、オイル量はね今乗るたびに見てるんですけど点検窓で半分ぐらいあるからね、うん、それでもね点検窓のアッパーレベルぐらいまで入ってたんですよ最初はね、オイル交換した時にね、まあ、それからポツポツ漏れつつね、そんぐらい減ったのかな。飯時か今髪の毛とかも切りたかったのによ、んだよ今月の僕のもうお小遣いが、お小遣いが、おじさんになって小遣いがなんてね言いたかないけどね、うん、しょうがないんだよね。使っちゃいけないお金を使う勇者にはなれないですよね、うん、昔は慣れたけどね、パチンコやってる時はさ使っちゃいけないお金をね使う勇者に慣れてたんだけどね、パチンコやめると逆にねそういうことができないですよね。そうそうそう、フロントのサスにねエア入れてくれたんだよね。そういえばさっきアビコニリンのさ社長さんがさ、確かにちょっと固めになってフィーディングが良くなったわ。ギューってねスタンドとかでこういうのはね入れちゃダメらしいっすよ、一気にプシューってね。多分なんだろう、圧力に負けてシールが抜けちゃうのかなね、わかんないけど、やっぱエアーなんだね、やっぱ E4 と一緒なんだな。 KZ55 だからねちょっとよくわかんないんですけど、E4 からだよね、このエア、フロントフォークのエアみたいなね。ということは、あ、E4 のパーツ何でもあってことだな。ということはこれ、ポイント点火じゃねってことかな。ね、昔の暴走族みたいに、こうなんか昼間走るのが恐怖になっちゃったよな。ね、夜走ればさ、夜だけ走ればまあ捕まる、まあ、捕まる意識ってなんか言い方がおかしいけどさ、本当はね行きたいんですよ、夜走りたいんですよ第4トモベとかね行ってみたいんだよね、ミーティングみたいなさ。例えば連れ乗せてちょっと夜走ったけどね、うん、やっぱ夜は気持ちいい、雰囲気がいいね。昨日はちょっと祝日でね仕事休みだったんで夜ねちょっとバイク乗ったんですよ、二ケツでね、二ケツでちょっとアリを行って、刺繍屋さんやってるかな。昔ね夜のナイトツーリングに着るね洋服をね出したところなんですけどね、これどこだっけ、これやってねえかな、やってんのかな。
ってみよう、収容所に。よいしょ、来たら片代がね6、7000円かかるよって。あとは手間代だけど、ちょっといまいち俺見た値段はあれだけど、この三島市のオープン通り、ステッカー通りに仕入れると1万5000円ぐらいかかるって言ったかな。頭作んないといけないんだね。コンピューターでできないのかね。なんかコンピューターシューって言ってたけどさ、何これをスキャナーでスキリングしてコンピューターでこうバッて一発でできないのかね。型なんているのかな、この時代にね。ちょっともうよくわかんないんですけどね。グローブかな、この間までしたやつがね、もう忘れちゃって。グローブも買わないとダメか。いや、なんだかんだ言って本当お金かかるな。今月ゴルフもあるしさ、コンペがさ。いやいや、俺はこれは何かで一山当てるしかねえな。ねえ、ホーリーさん見たくな、パチスロで勝てればいいけどな。みたいにお金ない人がいると一発で死ねるからさ、ね、お金ある人がね、パチスロやる人は生活する金、お金ね残してやってるんだろうからさ、なんかパチスロやったら一発で死ぬわ、負けたらね。あ、昔みたいにハーデスで1万6000枚出ねえかな。ね、3万2000円ぐらい使って1万6000枚出たんだよね。うまいったよあれ。だいぶ壊れたかと思った。ゴッド2発だよね。でもゴッド2発だよな。ループとかすごかったんだよな。あとな、謎ループね、1万枚これでやっと終わったと思ってさ、ゴッド分も終わったなと思ってさ、さループが出てきてさ、そのループ中にまた冥王とか引いちゃってさ、全回転の冥王とかさ、あ、全回転ハーデスかね。俺の隣の台もね1万2000枚ぐらい出てたんだよね。だから角1と角2だったんだけどさ、すごかったよ箱が。別積みのね後ろ人通れないぐらいでさ、で俺の右、俺に角2だったんだけどさ、右の台とかもう 2,3 台人いなくなっちゃってさ、こっちが出たらもう出ねえよこんなところみたいなさ雰囲気で。だから僕はねこう右の人を気にせずにね打てましたよ。32万だろうね、換金したの。4号機とか含めて1番だね、今まで出したのが。一番最高がね、猛獣王の1万4000枚だったんだよね。その前は御事っていう裏門で9000枚ぐらいだったかな。あとはドンチャン2で7800枚ってのもあるね。 A タイプでだよ、もうボコボコボーナス引けたよね。ほんと100ゲーム以内にどんどんボーナスくる。楽しかったな。なんだよな、一のマスターの先輩がアラジンでいくら2万7000枚だっけかな出たの。あれちょっと夢が昔にもねパチスローありましたね。地獄もあったけど今は地獄しかねえもんね。突っ込んだ分のリターンがないわ。
チンコもそうだけどさ、当てるのに3万ぐらい使ってね、戻ってくるの1万円とかね。さてメロンソーダも飲んだし帰りますか。今日はこんなところでね、今週末はねまた我孫子二輪さんのツーリングがあるんで、動画撮れたら撮りたいと思います。それでは皆さんバイバイ。はい。